今日はベルトサンダーをテーブルをつけようと思っております。このアームは水平状態にできます。このサンダーはここにタップが立ってます。 M4 ですね。これを利用してテーブルに固定しようと思います。まず長穴の囚人ポート、囚人袋がくっつくところですね。これにをつけます。次に状態で極力の水平を作ります。今回の場合水平を作り出すためにここに合板を薄く裂いた12ミリ合板が貼ってあります。これで水平を保ってます。次にバックフェンスですね。
方に3ミリほどかぶりが足りないんですね。これを修正します。
そうですね。ここで収納フェンスを作らなければなりません。
これが連動スイッチです。連動のコンセント、囚人、これがベルトサンダーです。ちょうど良さそうなのがありました。綺麗に磨けました。ベルトサンダーの卓上型、これで終わりです。